この糸は私、織りなす布はいつか磯野くんが中学時代にモテたという話をしてます。めちゃくちゃモテました。常に人気投票ナンバーワンでした。モテたい人からはモテなくてね。え、いや、モテたい人はね、モテたんだけど、なんかね、俺のこと怖がって逃げちゃいました。当時怖かったから、ね、不良の女の子も俺に話しかけられなかったんですよ。なんか、度胸のある子じゃない。で、俺その時に女の子が話しかけてね、磯野ちょっと、とか言って、あ？なんだよ。こんな感じだった。あ？なんだよ。分かった？あ、何だ、知らねえよ、勝手に悪いだろ、こんな感じ。それが今じゃ。え、何？あ、そうなんだ、へえ。いよいよ僕がやってあげる。この差は何でしょう。そういう人がリリーにも出てくればかっこよくて、昔はかっこよくてあれだったんだけどね、やっぱりっていう人が出てくれば、俺のような人ね、リリーがね出てきて、かこう変わってから、やっぱり女の子だよね、どうしなきゃって、そういう人が出てきたら、見た目も好み、ね、中身も好み、全部好み、いや大好きだ。リリーまだ大好きになった人がいないのよ、死ぬほどね、もう好きで好きでたまらないのに、いう人が出てくるないと、すっごい大好きな人にすっごい大失恋して、ね、多分リリーは超かっこよくてもうすごい好きな人で、みんなにすごい言われて、これからね、いいね、デリシーの彼氏かっこいいね、いいねって言われて、こんなにデリシーってなるんだけど、ね、そいつに思いっきり振られ、絶好調に好きな時に思いっきり叩き落とされて、大失恋を経験して、ってなった時に、そこでデイブみたいなのがひょんと出てきて、大丈夫だよリリー、僕がいつもそばにいるからね。そこでリリーはデイブのみたいな人の良さを分かり、やっぱり私のデイブが、デイブが、よく考えたらちっちゃな頃からずっとデイブは私のそばで私を支えてくれ、デイブ、デイブっていう風になったら幸せになれる。デーブかっこいいと思うよ、サッカー少年だし、バスケットも上手だし、スポーツマンでもって頭もいいし、でお家もさ、しっかりしてるしさ、だからあ、リリーね、あとお金持ちが好き、だからそういうのは今だけなの。そのうちそんなの条件なんかどうでもよくなってきて、私を大事にしてくれる人、私を一番愛してくれる人ってなるの、それにリリーが気づくの、いずれ。そう、ママのようにね、もうそんなもうそばにいてくれればいいわ、ジョーがそばにいてくれば私は何にもいらないの、もうジョーさえいてくれば私はもう世の中もう生きていけるのっていう風な風になるの、結局。でもそれ40年後かもしれないからね。そうなってその時までデイブが一人でいてくれるかどうか、25以上、20後半ぐらいになんないと、ちょっと早くてもその辺かな。普通は30ぐらいになって、日本人だと、もうほら、行き遅れみたいになるじゃん。うん、そんな時になって、あれってふと周りを見て、そこまで大体調子に乗ってんだよ、モテる子ってのは。で、周りを見て、ね。まあ大体今の世の中、結婚は2、3回するものだって、もうアメリカじゃ。最初の結婚のことスターターメリッジっていうんだよ。もう要するに結婚の練習みたいなさ。だからね、それで多分、あれ誰もいないわ、いい男がいないわ、それはいい男取られるから先に、で焦り始めるわけ。だってさ、俺らの時代だってさ、ね、28とか9ぐらいになってくると同級生の態度がガラッと変わるわけ。友達だった子、結構同級生と結婚してる人いっぱいいる、だからいるから、その辺がまだいるのよな、ジョーの友達な、すごい優しくなるわけ。え、いいよ磯野、私がやってあげる、うん、気にしないで、どうしたのこいつ、あのね、変わり始め、ちょっとね、つばつき始め、サッカーを観戦するジョー、
ほら、そこに走り込まないとかあるの。そこでワントラップ、まあ、よしよしよし。東光学園サッカー部ね。すごいね。新入社員50何名いて、うん、ね。その中から上だけだ。1年生で1年生である時、左のウィングの人が欠席して、うん、左のウィングができる人がいないと、ウィングが足が速くて左で上げられなきゃだから、サッカー部一足速かった俺は、うん、左のウィングをその日やったんです。そしたらとんでもない活躍しちゃったんです。そうなんだ、うん、そしたらね、こいつスイッパーにしとくのもったいないぜって言って、今度は左のウィングのポジションを取ってしまったんです。そうなの、うん、でそれからは左のウィングのずっと固定で、うん、ここにハットトリックの名誉のハットトリックの傷があるんでしょ。そう、これ、うん、あ、こっちこっちこっちここえここあ、それうんねえ、リリちゃん何よ、それなぜ生きてゆくのかを悩んだ日の後のさあさあ来る夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、こんな糸が何の本当だよ、心もなくて揺れた風の中た手の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。どう